にちは。3000年に一度の正統派アイドル、せいやでーす。はい、藤沢泉でーす。はい、佐山志保でーす。はい、佐藤真中です。はい、星名さなです。はい、小倉ひなのです。はい、椎名ここです。はい、今日はメンバーの桃地桃がお休みとなって、はい、今日この6人でのステージとなるのですが、皆さん今日は最後まで一緒に楽しんでいきましょう。イエーイ。はい、ということでね、今日はセーラー4年ぶりぐらいのね、池袋本町祭りへの出演となるのですが、皆さん覚えてますか？イエーイ。ありがとう。僕のメッセージがめっちゃ振ってくれてる。ありがとう。はい、今日初めて見る方もいると思いますので、うんうん、じゃあセイラの紹介をひなちから。はい、セイラの説明をさせてください。私たちセイラは3000年に一度の正統派アイドルをコンセプトとしている、東京拠点に活動しているアイドルになります。なんかあれですよね、ツイッターとか、うん、あの YouTube とかもあるので、ぜひセイラって検索して今日覚えていってもらいたいと思います。覚えていてもらTikTok もやってます、今みんな。そう、頑張ってね。TikTok やってる人。はい。じゃあ TikTok やってるね。はい、あの若い女の子とかみんなぜひ TikTok 見てください。見て今日ね、よくセイラのライブにも来てくれる大きいお友達もたくさんいますし。大きいお友達。大きいお友達。可愛い。もう他にもすごい小さいお友達とかも。すいません、一回作戦会議していいですか？何オッケー、作戦会議終了です。オッケーオッケーオッケー。何こしょこしょ話してたよ。めっちゃ来てる。これかわいい。やるから楽しみにしてて。見ててね。見てて。じゃあそろそろ次の曲にも行ってみますかね。はい、行きましょう。じゃあ皆さん一緒に手拍子とかで一緒に盛り上がってください。それでは聴いてください、水色のフレシオ。
ます。ありがとうございます。はい、もう今3曲ほど披露させていただいたんですけど、はい、うんうん、私たちって結構ライブハウスとかでのライブが多くて、うん、お祭りでライブするのってあんまりないんですよ。ないよね。ないね。沼の皆さんどうでした？初めてだった。なんかやっぱりあの私は結構、ね、うん、これこのイベント出るの数年ぶりで、うん、まあ、あの数回目なんですけど、こう地域密着型みたいな感じのお祭りにもね、こうやって出させていただけるんだっていうね、なんかすごいやっぱ嬉しいなと思います。嬉しいですよ、ね、しかもさ、うん、ライブ中にさ、めっちゃいい匂いしない？わかります。ほんとさ、嬉しい。しかもね、あっちの方からすごい匂ってくるのめっちゃいい匂い。私たちさ、事務所がさ、池袋にあるじゃないですか、うんうん、てかもうすぐそこなんだよね。そう、近いんですよ。す、ね、だから皆さんと同じホームなんです。イエーイ、ジモティー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 。すごい、皆さん温かくないですか？めっちゃ優しい。みんな手を感じてくれる。そう、だって知らない曲とかも、てか知らないと思うんですよ、うん、大体の人がね、うん、なのに一緒に手拍子とかもねしてくれるから、ありがとうね、そこの前で見てるちっちゃい子たちも。池袋最高。池袋最高。大好き、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 いいじゃん。すごい。めっちゃ元気。うん、初めて見るダンスなのに踊ってくれてる子とかいて、確かに。そう、嬉しい。めっちゃ嬉しい。適応が。やっぱ若いからね。何でも吸収できる。マジで素晴らしい。マジで。もうなんかこんな楽しいライブもあと2曲になってしまうんですけど。一瞬楽しい。皆さん一緒に最後まで盛り上がっていきますか。イエーイ。ちっちゃい。大きいお友達も盛り上がれますか？拍手！大きいお友達最高！ありがとうございます。年が大きい。それでは次の曲聴いてください。イエス皇帝ペンギン。
はい、今日はね、お祭りのお越しの皆さん楽しんでいただけましたか？イエーイ。はい、ちっちゃいお友達のみんなも楽しんでもらいましたか？ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。皆さんありがとうございました。大きな拍手を送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。せいやさんの、なんか聞いた話によると、はい、高校卒業したばかりの人がいるって。はい。卒業したばかり、ばかり、はい、まあばかりです。ばかりということの、こんなね若い人がこういうステージをね盛り上げてくれたということでございまして、もう一回お名前ね、今見た感じでね、覚えてる人と覚えてない人といるんで、名前の紹介だけ一回してもらってもいいですか？はい、はい、じゃあ始まるから。はい、さやのしほです。はい、小倉ひなのです。はい、佐藤真中です。はい、藤沢泉です。はい、椎名ここです。はい、星野さなです。かなちゃんが高校卒業したばっかりとね。はい、はい、です。来月 CD が出るとか、はい、出ないとか。そうなんです。はい、いいですか？お願いします。いただいて、来月の11月29日いい肉の日にシングルリリースが決定しています。イエーイ。いい肉の、え、なんていう曲なんですか？これがこの後の渋谷マグネットっていう、あの屋上にある、あの一番で来るんですけど、うん、今から行くんですよね。そうなんです、はい、今から行くんですけど、そこで今日新曲のタイトル発表なんですよ。なるほど、ちょっと今禁断の質問を聞いてしまったんです。そうなんです。ちょっと今どっちって言われそうになりました。危ない、危ない。だからファンの方も、じゃあ今から行くと新曲のタイトルが知れると。そうなんです。はい、じゃあちょっと本庁の人もね、一杯飲んだらガッと行ってくださいね。今日ね4時半からなので。あ、結構時間ない。そう、ちょっと時間ないんですけど、ここからだと板橋から渋谷まで1本で行けるやつよね。なるほど、はい、なるほど。最強戦で それにみんなついてく感じですか？という感じですね。見てくれるよね。はい、でも本当にステージ盛り上げてくれてありがとうございます。ありがとうございます。せいやさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。